どうも、こんにちは。宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回はミニ植物工場で育てているサニーレタスの収穫を行いたいと思います。これまで何回かに分けてご紹介してきたミニ植物工場シリーズもついに収穫です。サニーレタスとサンチュの苗を植え付けてからだいたい3週間ぐらい経ちました。まずはですね、今の生育についてご紹介します。その後に収穫を行いましょう。それではミニ植物工場の様子をご紹介します。今一番上の棚には野菜は入れてありません。ちょっと物だけ置いてます。そしてここの位置に植えたサニーレタス、それからサンチュが入ってます。これは植えてから2週間ぐらい経った状態です。植え付けたばかりの頃と比べるとかなり大きくなっているのがわかるんじゃないでしょうか。それからですね、その下にはこんな状態のサニーレタス、それからサンチュもあります。横から見ると分かりますかね。この LED をもう飛び越えてね、葉っぱがぴょこんって上に出るような状態になってます。もうここのコンテナからね、溢れんばかりの大きさです。これは植え付けてから3週間の状態です。植え付けたばかりと比べるとかなり巨大化しているのが分かると思います。この辺はサニーレタスなんですけれども、ここに見えているのはサンチュです。それからですね、この LED の高さを本当はね、もう一個低くてもっと密着させていたんですけれども、サニーレタスがあまりにも大きくなったので、この高さを高く調整しました。ただそれでもですね、LED を超えるような高さに葉っぱが育っています。それからこの下にもさらに野菜が植わっています。これも植え付けてから2週間後ぐらいの状態ですね。こちらもサニーレタスとサンチュ、それからですね、ちょっと見えづらいんですが、少しだけイチゴも育てています。それから以前にもご紹介したんですけれども、ここで水耕栽培のシソを育てています。無限シソ栽培装置のシソです。ここは特別 LED を当てているわけではないんですけれども、こちらの LED から光が漏れてきて当たるようにしています。こちらはタイマーの設定で、日の長さを長くして穂が出ないようにしています。今この動画を撮影しているのは10月の上旬なんですけれども、今のところ穂は全く出ていません。私の実家でもシソを育てているんですけれども、こちらのシソはもう9月の段階で穂が大量に出てしまいました。こうなるともうこれ以上新しい葉っぱは出てこないので収穫ができませんよね。ただこのように日照時間をコントロールすれば穂が出ないようにできます。それからこの野菜を育てている間には、液肥の補充をこちらは1回だけ行いました。こことここのレタスに関してはまだ液肥の補充は行っていません。ちょっと EC を見てみましょうか。ではアタゴ社製の EC メーターを使って EC を測定してみます。この一番上は今 EC が0.7です。この2番目が0.6、この3番目が0.9です。無限シソは1.5、この育苗用は0.9です。それではここの栽培槽の収穫を行いたいと思います。大きくなりました。で、若干ですね、ここら辺だけ葉っぱの縁に焼けみたいなのが出てます。ただこの玉だけですね、他の玉にはこういう症状は出てません。もしかしたら液肥の EC が下がった頃だったので、微量要素の欠乏とかそういったことかもしれないです。あとこの辺は全部サニーレタスなんですが、これだけサンチュですね。サンチュもここにあります。とりあえずめちゃくちゃでかいですよね。ちょっと根っこの様子見てみましょうか、せっかくなので。おお、すげえ。はい、こんな感じです。すごい美しい、綺麗ですね。こんな感じです。根っこもすごく綺麗ですね。白くて元気そうです。はい、こんな感じです。でかいやつはもう丸ごと取ろうかな。よし、はい、1個収穫できました。こんな感じです。はい、もう1個収穫できました。こんな感じです。
はい、もう一株収穫できました。とりあえず今3個収穫しました。この辺もですね、もう十分大きいので、葉っぱの外側のものから収穫少しずつできるんですけれども、ただ今ね、もう3玉も収穫したので、ちょっとこいつらはこのまままた育て続けようと思います。で、ちょっとずつね、葉っぱ外側から収穫していきます。それではせっかくたくさん収穫したので、重さを測ってみたいと思います。このタニタの測りを使います。ではまずこれから、この根っこ付きの重さを測ってみましょう。はい、根っこ付きだと 127g です。次はこれを測ってみます。151g です。3株目測ってみます。112.5g です。根っこの量はこんな感じです。では次に根っこを切って葉っぱだけの重さを測ってみます。葉っぱだけだと 109g です。138g です。93.5g です。今3つの株の全体の重さ、それから葉っぱだけの重さを測ってみました。この3つの重さの平均値などは今ここで表示していると思います。それから3株分の根っこはこんな感じです。直径はまあ30センチぐらいかな。30センチから35センチの間ぐらい、それぐらいの大きさですね。で、一番でっかい葉っぱが20センチぐらいかな。それでは枚数を数えていきます。1、2、16、まあ16枚ぐらいかな。16枚と、あとはこの本当にちっちゃな葉っぱという感じです。16枚でした。多いですね。この大きなボール1杯分ぐらいの量です。では次はちょっとこのテーブルの上に並べていきます。1、2、19。そして20番目がこれだけ小さいものという感じです。どうでしょうか。レタスもこうやって並べてみただけでもすごく面白いですよね。ここから古い葉っぱがこうどん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 大きく育っていって、またですね、新しい葉っぱだと小さいという感じです。もうちょっと分かりやすく言うと、葉っぱがこの順番でどんどん大きく育っていくという感じですね。それから葉っぱの大きさのピークはこれぐらいかな。なので、1、2、3、4、5、6、7枚目ぐらい。7、8、9、10。これぐらいが多分一番大きな葉っぱのピークなんじゃないかなと思います。はい、面白いですね。こんな風に葉っぱがなってます。それからちょっと葉っぱの長さを見てみましょう。この一番大きなものが20センチぐらいですね。で、これが19センチぐらい。これも20センチぐらいか。これ23センチですね。これも20センチ。はい、こんな風になってます。それでは、これも数えます。まず1、2、14、15と、あとはこのすごいちっちゃいやつという感じです。なので3つの株の平均で言うと、これぐらいの枚数が平均です。はい、というわけで今回はミニ植物工場で育てたサニーレタスの収穫を行いました。水耕栽培装置の中ではだいたい3週間育てまして、これだけですね、たくさん収穫できました。今回は丸ごと収穫する方法を使ったんですけれども、外側の葉っぱから少しずつ収穫することもできます。今回収穫したこのサニーレタスは、これから水でしっかりと洗って、
サラダに使ったりとか、スープに使ったりとか、チャーハンに使ったりとか、いろいろ料理に使おうと思ってます。料理についてはセカンドチャンネルの方でご紹介しようかなと思っていますので、ぜひそちらのチャンネルも合わせて登録よろしくお願いします。私はまだまだミニ植物工場でサニーレタスやサンチュ、イチゴを育てているので、これからもいろんな野菜を育ててみたいと思います。これだけ野菜がたくさん取れたら、ちょっとミニ植物工場をやってみたいなと思いませんか？ミニ植物工場を作ろうという再生リストを見ていただきますと、いくつかの動画に分かれていて見れますので、ぜひ見てみてください。では、今回の動画面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねよろしくお願いします。質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園に関係する動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。